謝れ坊主。基本的にこの双子は男子を困らせている。これ以上君に人間を嫌いになってほしくはないんよ。夏休みにしかできないことしてみたいよな。海水浴。こんにちは、メランドーと申します。はい、では仲良しグループをできるだけ早く結成できるようにやっていきましょう。あ、じゃあ三影先生の課外授業が発生したので行ってきます。うん。まあ相変わらず。さて、今日の課外授業は映画鑑賞だ。あ、これか。ん？でもなんか嬉しそうだな。これは氷室先生チョイスじゃなさそうだな。ああ、しかしこのタイトルって氷室教頭の趣味か。あ、これはまた初恋の行く道かな。そろそろ始まりますよ。あ初恋の行く道でした。初恋の行く道な。課外授業のテーマとしてはどうかと思うけどさ。これは先生の初恋はって聞いてまあまあだったんですよね。どっちかな。どうかと思うけどさって言ってるな。まあ、素直に私は好きですって答えたらこう初々しさとか感じてもらえるかな。私は好きです。うん、そうだろうな。あお、いい感じ。じゃ、次も頼むぞ。羽ばたき城の異様、居住まいを正したくなります。行きましょう。じゃあ今回ちょっと展示コーナー行ってみようかな。前回天守閣に行ったんでね。えい。羽ばたき市の歴史、知っておきたいことばかりですね。行こう。羽ばたき城には特別な思いがありますが、古文書や歴史資料は。ほうほう、私も苦手なんだ。読めたら楽しいのかな。数百年前のものってすごいよ。ほう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 。なんだろうな。読めたら楽しいのかなって言ってみるかな。まあ、苦手なんだは同じ目線だよな。でも前向きな方がいい気がする。読めたら楽しいのかな。楽しいと思います。勉強してみますか。やそうな顔してるな。まあまあ、やっぱ同じ目線になった方が良かったんかな。どうしました？で、久々に触らせていただこうかな。おかしな人だ。いつも俺のことおかしな人扱い。あ、君には負けるよ。あなたのおかげでゆったりとくつろげました。こんな過ごし方もいいですね。はい。どうかな。無理。まあ平常運転ですよね。敬語使え。こちらは留守番電話サービスです。お、なるほど。今日バイトかな。まあ次の日に速攻でかけてるんですけどね。動物園嫌いなんかな。お、もしもし、僕だけど、留守電の件いいよ。ああ、これなんか断られるパターン見てみたかったんですよね。なんかさっさくんは律儀に連絡くれたんすけど、氷室くんなら無視するだろうなって思ってたんで。ただまあ、OK もらった方がいいんですけどね。それにこいつは今後も断るだろうしね。どうも。
出たな。やっと来た。やっと来たは相当待たせてるからな。予定外に時間食った。おう。お前前回自分が言ったこと覚えてるか？お？人の時間を無駄にするなんてお前もすごいね。まあ、次はねえぞ小僧。何かあったな？何かなきゃ遅れないでしょ。開き直るな。何かなきゃ遅れないでしょじゃないよ。遅れてすみません先輩でしょ。もう大したことじゃない。行こう。こいつ絶対ごめんって言わないな。どうかした？あ、謝れ坊主。何それ。喜ぶんかい。うん、それいいセンス。だからやかましいわ。うん、動物好きなんかな。グッズショップも行ってみたいよな。まあまあまあ、どっちも行ってみるとして、ちょっと動物みたいな。何してるの？行くよ。あ？嫌いじゃないのか。何？お前動物嫌いじゃないんか。またフーディーの紐が。うん、全く、整えなくては。い。何がしたいわけ？フーディーの紐を揃えたい。いろんな鳴き声が聞こえる。うん、お前はエクセレントって鳴くんだろ。もっと近くで見ちゃおうよ。動物と一緒に写真撮ろうよ。ヒムロ君見たいところはある？あー、いや、わからんな。あー、近くで見ちゃうテンションじゃなさそうだし、写真とかも特に好きじゃなさそう。まあ、見たいとこあるか聞いてみようかな。ヒムロ君、見たいところある？僕に決めさせないでくれる？嘘だろ。お前の好きなところなんてわかるか。てか好きなところあるの？てか、え？俺が全部考えるのか。なんだ？これは接待か？ナンセンスな過ごし方だった。もうこいつ本当に許せねえ。どうかした？ちょっと両目をこう一瞬でこう両レンズ汚してやるよ。何？言い訳？何の言い訳をする必要がある？俺がお前に言い訳をする必要なんかないやろが。何やねんお前。じゃあさよなら。帰れ。お前いい加減にしろよ。予定外に時間食った。ほうほう。お前はどれだけ予定外のことが起こるんだ、ハプニングボーイ。初めて見る服。何？初めて見るこの服。初めて見るな。いいやないか。やらしい。服を素直に褒めただけだね。そんなこと言う？うん、時間通り。めちゃめちゃ遅刻しておいて時間通りってどういうことや。どの口が言ってんだ。開演前って独特な空気。ああ、その独特な空気は多分後ろから出ている可能性があるな。まあ今日は大丈夫だけど。うん、ちょっと氷室くんには早すぎるから見せたくないな。そうだね。あ、始まるみたい。何？ヒムロが こっちは見ちゃいかんよ。こっち見ときな。うん。それ好きじゃない。まあ後ろは見ないでくれ。これ以上君に人間を嫌いになってほしくはないんよ。お、ヒムロ君プロレス好きなんじゃないか。どうかな。好きなんじゃないかな。最高だったね。そうみたいだね。僕は興奮してる君を見てるの楽しかった。うん、いい感じ。ほほほほ。まあ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 、何？まあまあ十分です。
この服を触ると微妙なんやな、ルビー。遠慮ないね、君。そうなんよ、お前に言われたくないけどな。時間の無駄にならなくてよかった。そうっすね。まあ俺はお前の遅刻で待った時間は無駄だと感じているけどね。どうかした？ウィミ？ほんと、元気だね。あれ今うまくいくと思ったのにな。ほんとにうまくいかないな。じゃ、さよなら。どうも。どうも。あれ、ヒムロ君どうしたの？たまたま見かけたから、ついでだし、一緒に帰る。お前はなんで急に…な、他の誰よりも一緒に帰るって言ってくる率が高いよな。早いよな。こいつの感覚がわからん。じゃあちょっとお茶して仲良くなる？ただ、これで断られたらすげえムカつくよな。帰る？いいよ。喉、渇いてたし。おごらないよ。お前にだけはおごらん。何？テレビは聞いたんよな。食べ物聞いてなかったっけな。え、好きな食べ物って何？聞いてどうするわけ。会話が膨らまない。どうするって、日村君のこと知りたいなって思っただけだよ。別に何が好きでもよくない？作ってくれるわけでもないんだし。何、作らなきゃ好きなものの話しちゃダメなの？頑張れば作れるかもよ。そうなら、サーターアンダーギー作れる。おお、サーターアンダーギー作れるかな。なんかあれ、ラードとか入ってる、結構めんどくさいんじゃなかったかな。まあ俺はそもそもお菓子を作れないけど。難易度高いとこ来たね。やっぱ難易度高いんか。まあ期待してないからいいよ。もう作ったら俺なんか多分クックパッドとか見たら載ってるやろ。なんかホットケーキミックスとラードとか混ぜたらできるんやろ。作ったろ。好きな食べ物は教えてくれないの？いやいや、サーターアンダーギーが好きなんだろ。もう言ったけど。ああ、サーターアンダーギーが好きなんだ。悪い。悪くはない、悪くはないけど態度は悪い。悪くないけど意外かも。甘いもの好きか。好みの問題、意外とか言われる筋合いない。どういうことな。もうすごく生意気な口を聞いてるのに頬をあからめている。どうしたらいい？どっち？どういうこと？どうしたらいい？そっか、覚えておくね。好きにしたら。どう？お前の感情がもうジェットコースター。サーターアンダーギー作れるよう練習してみようかな。ああ、そうだな。あ、マジ失敗しても食えよ。お、三影先生の誕生日。工具セットだね。おお、わかってるな、さすがだ。あ、フリマに行くので、サングラスが流行ってるのでこの格好で行きます。すごい格好だけど。あ、買ったことない服と、あとこれシックかなと思いまして、ちょっと持ってたけど記憶にないんですが。あ、買ってみよう。さてさて、お、大盛況だな。兄さんお目が高い。それはいい品だよ。あ、見たことあるやつだ。ちょっとグッズショップ行ってみるか。うん。グッズショップ賛成。どんな優れものに出会えるか、行きましょう。お、好きなんだ。オリジナルグッズが充実してますね。昇魂たくましい。見習わないといけません。いやいや、ここ結構グレーだから見習わない方がいいと思うよ。
動物クッキーがあるよ。うさ耳カッチューシャだ。わしの目サングラス。動物クッキーがあるよが一番オーソドックスだけどな。うさ耳カチューシャとかはすごい引くか乗ってくれるかのどっちか、もうこれはギャンブルだな。こういう意味のわからんものが好きなんじゃないかな。わしの目サングラス？わしの目を再現した偏光レンズ、試してみたいな。うぇーい、読みがうまくいっているな。こここれほら見て見て、ほら、あ、ここ怒っていいやつだよ。へい。僕に似てる？そうでしょうか。僕はもう少し柔和な目をしているつもりでした。反省ですね。あ、柔和な目をしてるつもりなんだ。もうウリ二つだけどな。そうなんだ。あ、でも似てると感じてないんだな。あ、そっか。証拠たくましいことしてるんだけどな。じゃあそういうとこ気づかないのが多分そういう感じなんじゃないかな。気づけなきゃダメだよ、イラギ君。あなたとの掛け合い、癖になりそうです。楽しかった。いや、なんかいい関係になってきてるな。もうね、これはね、あ、やっと見つけました。まだパートナー決まってない。いいね、もうそういうところは本当に素敵だと思うよ。まだ、ひらりくんは？まだです。一緒に出ましょう。いや、もうそういうところ本当にいいよね。積極的だし、逃げたりしないし、嫌がらないし、あ、助かります。喜んで。ちょっとこけたところも見てみたいけどな。やりましたね、あなたのおかげです。そうなんです、俺のおかげなんです。なんかことごとくこう体育が苦手そうな人と組んでるな。まあ、三影先生はあれだけど、まあ、七つ森くんといい、ヒイラギくんといい、俺は1位に導いている。さてさて、今年は誰が来るかな。おう、まずは、まあ、もちろんヒイラギ。あなたとダンスの機会が与えられるなんて、体育祭っていいもんですね。いいこと言う。さあ踊りましょう。おお、さあ踊りましょう。いいね。いや、はっきりしてていいよな、三上先生。逃げた男子の代わり、ほんと、もったいないことするよな。まあ、ここまで順当だな。よろしくお願いします。で、うわい、なんかおかしいな。去年来なかったくせに、こういうタイミングで来るんだから。風間くんはそういうところあるな。そういうとこやぞ。あー、ちょっとここでまだ氷室くん来てないんだな、残念だな。何？だからお前はなぜ謝れない？でも下げてるわけにはいかないよ。よろしい。あ、他に選択肢ある？あ、好きなんか。どうかした？鼻をつまむとかできないかな。それ、いや。ほう、風が気持ちいいな。のんびりお散歩できていいね。あそこに見えるのクラゲかな。
誰もいなくて貸し切りみたい。あー風気持ちいいって言ってるからもう散歩できていいねが一番安全そう。ただ海が好きだからクラゲ、でもクラゲって海入る人間からしたら結構ちょっと嫌だよね。まあ普通にここだよね。安全なところ行きましょう。のんびりは散歩できていいね。ま、悪くない時間かな。たまにはこういうのもありだね。おお、十分十分。二人きり。あ、お、二人きりって言えばよかったんか。ああ、二人きりだな。何それ。まあ喜ぶつもがわからん。時間の無駄にならなくてよかった。ああ、そうかい。あ、そうそう。サッサ君の誕生日、去年渡せてないかなと思ったら、渡せてましたね。ああ。だから、道引かだけなんですよね。情報を見ないと渡せないのは。うん。まあ、気をつけよう。でも、これはスポーツサングラスが一番良かったので。でもせっかくだから手打ちうどんセット渡してみようかな。うん。風間くんのアンサーソング的なやつな。あ。いいじゃん。ありがとな。反応がちゃんとしてる。どうかな。どうってさ、君が選んでくれたんだろう。いいよ。優しい笑顔。明るい笑顔。嬉しいな。あ、期末だ。うん。ああ。芸術に彩りが。いやー、ヒイラギ君と俺二人だけだな。テスト表に彩りを与えてしまったな。ああ。いやー、ちょっと秘密バキヤさんが、下げてるんですよね、芸術。ちょっと困るなぁ。ちょっとこれは考えなきゃいけないですね。ちょっともう、俺は彩りを与える立場でいては困るんよ。しかも芸術は。今回の結果には満足？ああ、また見られたな。また芸術が。しかも、彩り与えてるとこ見られたな。おう。風間くん。あ、お前も今帰り？お、帰ろ。だな、一緒に帰ろう。もうすぐ夏休みだね。風間くんの予定は？そうだな、せっかくだから夏休みにしかできないことしてみたいよな。海水浴？海水浴とか、キャンプとか、海水浴とかな。普通。いや、夏といえば海水浴だろう、風間くん。海水浴だよ。じゃあ、風間くんは？お前と二人で、私服で学校に行ってみたい。これって普段できないだろ？いや、それ夏じゃなくてもできるんよ。先生に怒られちゃうよ。でもさ、想像してみろよ。私服の俺たち二人ってシチュエーション。なんか良くないか？いや、人、二人きりで学校はちょっと。いや、逃げるの大変そうだし。追っかけ回されそうだし。なんか怖いんでいいです。ちょっと不思議な感じでドキドキするかも。あ、不思議な感じでドキドキするんじゃないな。ちょっとこう、危機感でドキドキするな。だろ？なんかいい方法ないかな。そんな悪事働かせてないで他に何かやらなきゃいけないことはないの？海水浴とかさ。風間くん、本気で考えてる？ああ。計画に練り込まれてるのが困るな。いや、俺は今年の夏は全部、ヒラギくんに捧げるから無理ないよ。
ど、なんで俺のクラスで君たち全然違うクラスなのに話してる？どうした？3人で何の話？マリー、いいとこに来た。あ、俺が言ったのか。うん。ここはマリーの意見も聞いておかないとね。ほうほう。もういいよ。なんか基本的に男子たちは道引かのだるがらみに困ってる感じだよな。どうしたの？サッサ君のギャップ萌えのこと。ほう、サッサ君のギャップ萌え。聞かせて。そう、サッサ君はギャップ萌えのゴンゲなの。え、そうなん？そんなにギャップあるかな。結構まっすぐな人のイメージやけど。ギャップ萌え？ダメだよマリー、サッサ君を語るにはこれは外せないんだから。ほうほう。そう、大柄で屈強なイメージがあるのにお化けが苦手とか。なんだって？ほう、さっさくん、そうなんか、お化け苦手な。いやー、そうなんか、うわー、行ってみたいな。ちょっとミチルさん、誰から聞いたか知らないけどさ、別に苦手じゃないって。あ、そうなん？じゃあ行こうよ。ちょっと今年は無理やけど、じゃあ来年とか行く？いいじゃない、そこが魅力って言ってるの。強そうな人が怖がりだなんて可愛いでしょ。おお、確かになんか別にお化けとかそんなにこう怖がらなそうなイメージだよな。うん、意外かも。ギャップ萌えか、それがギャップか。そう、他にもたくさんあるよ。例えば。聞かせて。もういいって。ほら、授業始まるよ。基本的にこの双子は男子を困らせている。本人は無意識みたいだね。いや、無意識じゃないから逃げたんだろ。だからいいの。君たちから逃げてるんだから。もうバレてるなって思って逃げてるんよ。聞きたいな。他に何が苦手なの？なるほど、サッサ君のギャップか。いや、気になるな。あ、ヒムロ君誕生日。まあまあ、これはね。これ。どうかな。エクセレント、趣味ぴったり。まあ、これを渡したからにはこれからも君のメガネに指紋をどんどんつけさせていただくよ。常に持ち歩いて。はい、1年目の夏はヒイラギ君にことごとくデートを断られてしまったため、本来行きたかった2回海に行くというのができなかったので、今年は3回海に行きたかったんですよね。で、今ちょっとデートにちょこちょこ誘ってたところ全部 OK をもらっていて、このまま全部のデート OK もらえば海に3回とナイトパレードと花火大会に行ける算段になってます。で、去年お化け屋敷に行かなかったので、ちょっと7月18日にお化け屋敷だけ行って、8月のナイパでもお化け屋敷に行って、ちょっとお化け屋敷2回も取り戻そうと思ってます。というわけで、次回は怒涛のヒイラギくんとの夏デートしていきたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。回せ回せ回してね。俺今何した？いや、全然ボンジュール、バンジュール、火曜出たな、2P から。どっちが主人か。見せつけてやるよ。楽しみ方間違ってるよ。それで帳消しになると思うなよ。1週目で言われてたら発狂してたよ。まだこいつ人ではなかった。来ている。